へと言っているわけですよね。ここで考えてほしいんですが、例えば消費税を 5% から 10% に上げました。つまり物価が 5% 高くなる、大体 5% 高くなるってことですよね。そうですよね。じゃあ逆に考えてください。インフレーション、物価の上昇、物価上昇率が例えば 5% になりました。その場合物価が 5% 上がるってことですよね。まあ当たり前ですよね。何言ってんだって言われそうですけど、まあ、そういうことなんですよ。要は消費税の増税もインフレーションも私たち日本国民から見た物価っていう面では同じなんですよ。物価が上がりましたって話、両方とも。ところが一つ決定的なこと違いがあるでしょう。増税って橋本政権の時見れば分かりますが、国民の支出、お金を使いたいという意欲をそぎます。増税された、じゃあ金使わないとなります。逆にインフレーション、さっき中国の不動産の例出しました。あそこまでいくとちょっと極端ですが、インフレーションは国民がお金を使いたいという気持ちを高めます。なぜかというと、今買わないともっと高くなるかもしれないから。ここで質問です。私は東日本大震災のその復興の負担を国民全員で分かち合うという、そういう発想には賛成です。賛成です。その場合に物価が上がるという形で負担しましょう。その物価を上げる方法は2つあります。1つは増税、1つはインフレーション。かたや国民の支出意欲を削ぐ、かたや国民の支出意欲を高める、デフレの日本にとって正しい政策はどちらでしょうか。当たり前ですね、こんな答えるまでもないと思うんですけども、そういうことすら全く考えない国家を忘れた人たちが今政権の座についています。冗談抜きに復興増税なんてやられれば、またこれまで以上のデフレに私たち苦しみます。特に若い世代が大変です。私も一応そのギリギリ若い世代の上の方、端の方に引っかかっていると思ってるんですけども、本当に給料上がりませんから。で、失業は増えます。雇用不安も高まります。そんな中で金使ってくれって言われたって無理だし、子供増やしてくれって言われたって無理でしょう。ところが今日本が、あるいは政治家が、国民が、国家の役割、自分たちが国家に何を与えているか、委任しているか、委譲しているかというのを思い出して、政府が国債発行でも、あるいは日銀の通貨発行でもいいです、そういうインフレーションになるような形でお金を調達して、このデフレギャップ、要は支出が足りない部分、お金を使わない部分を復興という形で埋めてくれれば、それだけでおそらく日本は高度成長に戻ることができますよ。これ冗談でも何でもなくて、しかも今国民の間に安心とか、あるいは安全、そういうものに対する需要が高まっているわけです。今正しい政策をすれば、日本は別に中国に依存しているとか、中国に頼らなくちゃいけないとか、そんなこと言う必要なくなるんですよ。まあ、一応これ出しておきますけども、ちなみに中国依存、中国依存と言っているあの変なマスコミの人が多いので、この図を出したらですね、いろいろなところで私は嫌われてしまったそうなんですけれども、その日本の GDP 国内総生産に対して、中国との輸出にどのぐらいだ、これ輸出、中国への輸出、これ中国からの輸入、これが GDP でしょ、2.7%、2.8% なんですよ。このレベルなんでしょ、中国との関わりなんて。ところがこういう数字ベースに基づかず、かつ国家っていうものを忘れた政治家が中国を怒らせると日本経済成り立たないとか、そんなこと言ってる。でもですね、まあ、皆さん当然分かってると思いますが、私今こそその国家ってものを忘れた日本国民の方々に問いかけたいんですよ。尖閣諸島に中国の漁船が来ました。次は軍艦が来るかもしれません。そういう事態に国民の皆さん一人一人で立ち向かいますか。東日本大震災、あれだけの大災害が発生して、皆さん個人の一人一人の力で立ち向かいますか。できるわけないんですよ。だからこそ私たちは日本国民、主権者一人一人一人へ、その主権の一部を政府というものを、国民を超越した存在に与えて、紙幣の発行権だとか、あるいは軍の出動権だとか、自衛隊の出動権だとか、
そういうものを異常しているわけですよね。ただし私ある意味それを忘れ去っていたなと思って深く反省していた面もありますけれども、ある面安心している部分があります。日本国民、国家を思い出しつつあります。その理由はもちろん尖閣諸島における中国の海上保安庁の艦船に対する漁船衝突事件であり、さらに東日本大震災、ああいう国家でなければ立ち向かえない問題の発生であり、そしてそういう国家ものというものを忘れた菅直人民主党内閣という多分史上最悪の政権のおかげでございます。私ありがとうございます。私多分この後日本経済は、まともな方向に行って、何しろ国民が国家というものを思い出し始めましたから、最終的にはいい結果になっている、2年後3年後にはなっていると確信しています。その時に私は中国と北朝鮮と、そして菅直人に代表されるあの国家を忘れたおかしな政権の真ん中の座を占めているあのおかしな連中に心からありがとうと言いたいと考えております。どうもご清聴ありがとうございました。